よかった。なら僕にも望みがあるってことだよね。美味しそうな顔してる。でも、分かってるよ。君がまだそれだけだって分かってる。ここに来る前、どうしてたのか僕は知らない。知らなくてもいいって思ってる。だって、今の苦労は僕のものだからね。でも、まだ届いてないのも分かってる。安心して、好きにしや。クロウイスキうん。
のぞみ、起きてるのは分かってるぞ。スピー。ぐぐー回る。あーでもやめて、起きてる。はい、起きた。朝から口づけしてくれるの待ってたのに、僕のひそやかな死亡を返してよ。そんなことをしたら舌を絡めてくるだろう。しないもん。そうだな。僕も苦労の傾向がつかめたからね。すでにここ半月くらいはいいように手のひらで転がさせてもらっていますよ。ねえ、クロ。ん？こういうのもいいね。焦らずじっくり二人の愛を育むの。最近思うんだけど、僕焦りすぎてたのかな。育む気なんて俺にはないぞ。分かってますよーだ。二人とも起きたならご飯を食べに行ってください。早くしないと下げられますよ。とご飯。のぞみちゃん元気ですね。うん、だって僕には苦労がいるもん。僕のそばが苦労の居場所だもんね。まあな。異常がないどころか、見るたびにたくましくなりますね。ありがとうございます。もう見る必要はないですが、八坂さんもよく来ますね。あれだけ眠っていたんです。自分では気づかない異常があるかもしれないでしょう。ありませんよ。ただ患者の不安をほぐすのも医者の役目といえばそうですし、職業としてあなたの体に興味はある。従って断る理由がないですが、あくまでも不要な行為だとは認識しておいてくださいね。先生は誠実ですね。八坂さんは大人ですから、おためごかしをするより全て話してご自身で判断していただいた方がいいでしょう。なるほど。
のぞみさん、工藤のぞみに関して話せることはありますか？今さらですか。お話できることはないとお分かりのはずでしょ。でしょうね。他の患者に関しても同様です。病気であるため入院している、それだけですよ。何か問題でも、彼女の体調に関わることでしたらお教えいただきたいのですが。いえ、俺が知っている彼女は、彼女からの評価と子供からの評価、それとたまに出歩く街の人の反応、それくらいでしょう。ですから、ある程度過ごした時間の長い大人、つまり先生からの所見も伺いたいと思いまして。知る必要があります。言い難いことですが、俺には行く当てがありません。このままだとずっとここで過ごすことになります。結構なことです。でしたらそれこそのぞみちゃんと過ごす中で知っていけば良いのでは。そういう考えもあります。それに工藤のぞみもそれを望んでいるでしょう。うん、だからといってそれでいいとは。他の人から見た彼女の人となりも知っておきたい。一人よがりの関係は虚しいですから。うん、一言で表すなら最初でしょうか。彼女が何かを致命的にできない場面を私は見たことがありません。性格も天真爛漫でいたずらなところはありますが、嘘もつかない正直な子ですよ。うちの職員もうるさく言っていますが、あれは純粋に彼女を心配してのものですしね。そんなに気になるのなら診断表をこっそり覗けばいいでしょう。それができない矢坂さんでもないと思いますが。医者の領分を犯そうとは思いませんよ。工藤のぞみのこともそこまで深く知りたいわけじゃないですし。それなのに聞きたがるのは矛盾していませんか？そうですね。
まあ人の感情というのはままならないものですからね。話し相手が欲しいなら診察時間を外していつでもいらっしゃっていただいて構いませんよ。もちろんのぞみちゃんの機嫌を損ねないようにですが。お気遣い感謝します。ああ、八坂さん、私からも一つお尋ねしたいのですが。のぞみちゃんのことどうして今日に限って名字まで含めた固い呼び方をしたんです？所詮他人ですから、そう呼ぶこともありますよ。あまり駆け回るとぶつかるぞ。前を向け。わかってます。してるよね。どうだろうな。そう言われることは多々あるが、俺自身はそんな気はしない。こんなに大きな手をしてるのに。それは単に大きさが違うだけだ。強いよ。他の人も頑張れば力は強くなるだろう。さっきだってスイスイスイって僕のところまで来れたでしょ。あんなのも普通の人はできないよ。いや、できる。動けばできることで、やろうと思ってできないことはない。僕はそれができる苦労はすごいって思うよ。それじゃあダメ？お前が俺のことをどう思うかは自由だ。もうそんなんばっかりじゃない。いいですよ、僕は勝手にクロウのこと尊敬するし、勝手に大好きですよだ。クロウなんて勝手にしちゃうもん。でもさ、クロウ、こんな
話してるくせに、僕たちのやってることってすっごく恋人っぽくない？よくない？そう見えるかもな。でしょ？あーもう困っちゃうよ、恋人だなんて。でもね、クロ、やっぱり君ってすごいと思うよ。まだ言うか。はあ、確認しちゃった。分かっちゃった。茶と、それから団子をくれ。後で連れが来るから、そうしたらまた呼ぶ。はい、かしこまりました。